はい、どうもさまちゃんもちTVです。今回もイニングレバープル2018やっていきたいと思います。ということで、今回はサムネの通りですね、はい、世界3位の選手は誰ということでですね。これはなんかまた記事だね。はい、また記事になるんですけれども、そのイギリスメディアがですね、はい、メッシとロナウドに続く世界3位のサッカー選手は誰なのかと、あのオンラインユーザーの投票を実施したんですよ。はい、イギリスのメディアが発表してた情報と。そうそうそう、で、候補にですね、それがモドリッチ、ネイマール、アザール、ファンダイク、ムバッペ、まあ、サラ、グリーズマン、デブライネと8人がまあ候補として選ばれたんですけれども、その中でアザールがですね 31% の票を集めて第3位にランクした。おめでとう。だいぶ前から出てたけど、はい、アザールで、まあそれに続いて票を獲得したのがモドリッチとムバッペ。これいつのあれ、この記事はもうワールドカップが終わってからってことだよね。もちろん10月18日ですね、ワールドカップが終わってみたいな。はい、だからまあアザールでも活躍してたし、うん、すごいっすよね。まあ皆さんから30%ぐらい、 31% ですね、うん、だモドリッチとムバッペそれ 16% で、ネイマールがまあ約 9%、 4番手みたいな。だからもう全然やっぱアザールぶっちぎりだと。いや、すごいよ、頑張ってたしねまあベルギーでもちろんすごい活躍してたから、うん、やっぱりね、今もうレアルマドリード行くかとか。ただこのウイルで言うとさ、ちょっとコンディション程度がさ、うん、やばいよ。結構アザールって下振れるというか、あのね、5なんだけど、うん、結構不調と絶不調で取るの大変なんだよね、うん、で、やっぱり不調が何回も続くんだよね、3回とか4回とか、うん、で、絶不調がその中に入ってきちゃうとなかなか取れなかったんですけど、これでも19になってさ6になるんですよ。6になるから、そこはかなりありがたいよね。ということでね、使っていくんですけど、はい、早速一戦目ちょっと不調ですけどもう行きましょうと。あの、一応監督がジャンパウロですね。はい、なんでジャンパウロのトップ下なんで、相手デシャンだ。はい、相手の方はデシャンですね。うん、ジャンパウロは、ね、まあ、トップ下が一番いいのかなみたいな。そうだね、ここはありますね。さあ、ということで見ていきましょう。はい、アザールの場合はですね、ちなみにトップ下にすると総合値上がります。なるほど。あの、左ウィングなんですけど、トップ下に置くことによって、まあ、アザール19でも相当ボールが持てますからね。不調で今のドリブルのタッチやからね、うん、さあ、ワンタッチパスも持ってるんでね、それを織り交ぜながら攻めていきたい。さあ、おい、さあ、ここよいしょ、こぼれてきてグリーズマンということで、まあ最初当初ね、狙ったところとはちょっと違ってきましたけど、はい、相手のこぼれにね、うん、反応できるんで、それ良かったですね。まあアザールはただ、まあちょっと下向きなんで、本来より調子が悪いという形になりますけど、どうなのか。調子が悪くてもっていうことですね。まあそうだね、ロナウド、うん、相手の方振り抜いてくる。ここら辺がね、あのライブアップデートが出ることによってもう不調になることはないんで、その A とか B の選手は、うん、まあ、C とかだとなるんだけど、 そうだね、それで使う選手を決めるっていうのは楽しいよね。さあ、真ん中空いて、もうこれはね、しっかり決めていくといったところですね。結構この2枚で崩せちゃうのがグリーズマンとレバンドスキの相性ですよね。だからまあグリーズマンがラインブレーカーで、うん、レバーが結構ボールをこうもらうみたいな、うん、相性いいっすね。役割やっぱ違う部分の方が相手も狙いの絞り方が難しいからね。そうだね。さあ、ここは相手に来ますよと。怖いですからね、この辺は、うん、しっかり防いで。どんなルンマ使ってますどんなルンマライサーが強いからね、うん、さあ、ここアザール溜めて一回溜めますね。さあ、ここ勝負、ここワンツー、いや、綺麗に使ってったね。いやー、あー惜しい。ポケばいいんだ。まあ、だからここがウィニングイレブンでいうところのアザールの決定力、まだ18の時はね、決定力ないんですけど、80ないよね、今、うん、それがね、上がってきますから。めっちゃ上がってるから19だと。いやー、これ怖いね。決めないで、うまいですね、うん、これしょうがないね、角度つけて、うん、まあ、しょうがないですね。ああいうところは決めらないとやっぱり相手今度決められちゃうんだよね。アザールもね、まあ、FP になると確か90までいくんだよ。やべえ、うん、持ってないんですけどあれは強えよ、超強いねあれは強え使いたかったな、うん、FP アザールね。そう、ワンペットがいいっすね、アザールの場合。さあ、来た、こっちー、いやー止めんのかい、残ってたね。まあ、クルトワもね、やっぱりかなりセーブ率いいキーパーなんで、うん、ああいうシュート結構止めるんよね、クルトワって。ちょっともう一個外にキュッて、うん、寄せたかったかもね、知れないですけどね。普通のタイミングで打ってもなんかちょっと止められちゃう感じがするから。さあ、ここ取っていく。アザール、アザールワンタッチパスがあるんでね、かわしてくれる。ハイまでは完璧なんだけどね。そういやー素晴らしい。いやー、ナイス、止める、止めてくるんよ。ちょっとタイミングずらさなあかんね、これは。さあ、ペペついてくる。そしてクリバリー、ポグバですね。はい、
あらば、ここアザールですよ。抜いてく。抜いてく。ここ抜きがあるからね。お、当たって。今度こそ。不調。今の完璧だったんだけどな。綺麗に行くんだけどね、ゴール前まで。そこまではいいんだよ。うん、やっぱ決定力の部分ね。大変だな。そう。怖い怖い。怖い。できればパス出したいんですけど、今回アザールの動画なんでね。打たないと。なるべく打っていくという感じですね。そして同僚メルテンスされてる。はい。ササウール、ミュラー。はい。アラバ、メルテンス。ここアザール。うん、ここは決めてくれ。素晴らしい。あれもだから一個ヒュッて中に。そう。やっぱね、中か外に開かして打つっていうのが、やっぱあるのかな。うん、まあ、どっちかっていうとね。まあ3点目でようやっと。うん。3ゴール目か。まあ、3ゴール目とか3点目ですけど、やっと入ったなというところですけどね。うん、さあ、2戦目見ていきましょう。さあ、今度はどうだ普通。ああ、よかった。でも、この前に結構取ったけど、真下とか。いや、俺5試合取って4回斜め斜めの下下だったね。初めてだったね。選手の紹介とか取ろうと思った時に。うん、マジかよみたいな。5試合ってさ、1時間ぐらいなんだよ。うん、マジでみたいな。これなみたいな。まあ、しょうがないからね、あの、一本はもう上げちゃいますけど、うん、やっと普通に来たんで、こうテンション上がってますね。なるほど。よっしゃみたいな感じになってますね。さすがにね、さすがにどんだけっていう。まあ、5なのにさ、絶対4だよ。まあ、だから、あれなんだよ。そういう、まあ、多分ブレあるよね。ブレがちょっと。どう考えても、だって、クリバリとか、マナラスも安定力あるから。安定力めっちゃあるから。怖いぞ、と。さあ、スピリコをしっかり奪っていく。うい。フォアテング。ここカウンター、アザール来たぞ。角度つけて、うわうまい。いやー今のはナイスだったけど、相手がね完全に置き去りしてるね。今残ってたね。さあ、ただね、もうコーナーキック結果変えてます、アザールに。あ、なるほど。これもうドリブルしようというね。あ、はいはいはい。さあ、ブスケツを1枚2枚モドリッチかわして、中入ってくる。ここボディの強さですね。マルセロかわす、カルバハルかわす。いやー、素晴らしい。4人抜きよ、これ。忍者だ。うん、すごくない？忍者ドリブル。シュッ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 シュ。最後、ビンビン早かったな。ほえ、マジでね。でね、アザールの、もう、あの、止まらんすよね、ドリブルが。止まらんすよ、もう。もうファールじゃない止められないぐらいなの。うん。乗るとね。で、アザールのやっぱりすごいのは、あの、2枚かわした後に後ろからマルセロ追ってきたやん。うん。で、あの、ちょっと、なんつうの、ダッシュドリブルいなかったの。うん、体でもう、ボディコンだ、ボディコンだよね。グーって前も、持っていけるんで、ボディコンのいいところですね。そう、あれがね、アザールのネイマールとはちょっと違う、うん、強い部分なんですよね、やっぱり。さあ、ここさあ、アラバ回しまして、あー、ちょっと長いな。相手のカルボハルに止められてるんですけど、あれがね、やっぱり相手何だったっけ、ごめん、シリオネ、スリートップだったっけ。シリオネじゃなかった。さあ、ちょっと後で確認、そう、ね、確認できたら確認しようかな。シミちゃん何だっけ、この監督。さあ、ムバッペ、アザール、ああ怖い。相手の方のアザールもね、でもね、あ、レーブだ。あ、レーブか。で、あの、相手の方トップ下でアザール落ちて94だったんで、多分、うん、おもちゃ TV のアザールよりも総合値が高い。あ、なるほど。アザールですね。これちょうど44レベルなんですけど、うちのアザール。うん。もうちょっと高いんだろうね。さあ、ここでね、ミュラーとサウルを入れてくると。はい。まあ、このね、マルコ・ジャンパーロの場合、結構あの、ポグバとあの、アラバ、うん、すごい両方とも疲れちゃうんで。ああ、そうだね。消費が激しい。CMF を入れないといけないですね、ここは。さあ、ここも変えてくる。さあ、クリア。まだ1点だからね、これどうなるか分かんない。1点は分かんないからね。さあ、ここから。アザール。はい。外もあったぞと。潰されていく。サウル。アザール。はい、ミュラ。アザールヒール。おい、サウルよく取った。さあ。それは無理だ。いや。それは無理だったな。アザールのオシャンティヒールね。パッみたいな。うん。あれ気持ちいいよ、ね。あれだからな、結構。さあ、ここ。高い位置でね、奪えてくれるとチャンスになるんですけど、うん、さあ、ここ、奪える。よいしょ。よし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 。これね、カウンターなんで結構この辺で奪えてくると、でかいね。パスが回ってくる。いやー、あれはよく、激しい。よくあれ、頑張ったな、あそこまで。さあ、しかしこぼれてますね。うん、結構ガツガツも来てるんで、前から前から。うん、ここのワンタッチパスですね。素晴らしい。もう抜けてくるんですよね。で、ミュラーが、いやい。いけちょっとキーパーも出ちゃう、出てね、そこで止めたんだけど、まあちょっとね、ミラーは決めちゃうから、ね、決めちゃう。後半スパサブのミラーはね、ミラーもあれだよね、結構
野村吉落ちるよね、うん、結構。そうだね、まあだからまあスパサバは結構そこでカバーした部分もあるんですけど、まあどうなるか。メルテンスも落ちるって言われてても全然違うから、ね、ああどうした結構な直前、ああ、ちょっと続いたりとかして、ね、直前でこのなんか落とすか落とさないかの判断みたいな、そんなありますね。はい、といった感じで 2-0 なんでね、はい、もう1試合ね、ちょっと早いんで、もう1試合見ていこうと思います。この試合はですね、アザール1ゴール1アシストと、なるほど、いった感じで、結構いい部分出たかなと、まあドリブルの部分がね、特に良かったかなといった感じ、うん、ラストですね、見ていきましょう。さあ、ラスト、アザールの調子はどうだ。おお、ビンゴ立ち、やっとビンゴ立ちになったな、やっと帰ってきましたよ。ミラーもビンゴ立ちじゃん、うん、なんかミラー最初から使うのビンゴ立ちだと、いくいく、あ、これシミオネっすね。シミオネ、ロナウジーニュとルカクといった感じになってます、ね、結構メンツ的にもバランスがいいメンツで、うん、まあ、そうですね、うん、ディマリア使ってるんだよね。ディマリアもね、結構普通使いやすいから、うん、それこそライブアップデートあったら絶対使うと思うよ、みんな。今はね、やっぱりいい選手多すぎちゃって、うん、隠れてますけど、そういった選手とかも全然使ってくるから、ライブアップデートがあれば。ミューラー、うん、アザールがまあ、ね、すごい調子いいんで ね、 そうだね、絶好調なんで、アザールのいい部分を、ね、出していければ絶好調はちょっと押してまいるだろう。そう、さあグスタボから、うん、ここミューラーに入れてアザール、さあ、おー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 、アウトスピンキック、最後はおしゃれに、これは絶好調だと、うん、もうね、やっぱりなんかね、不調、普通、絶好調使ったんですけど、うん、絶好調きれい2倍ぐらいになるよ。あ、そう、うん、キュン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 みたいな、あ、これすげえなみたいな、使いやすいみたいな、めっちゃ使いやすい。不調でもそんなに感じさせないんだけど、うん、絶好調やばいっすね、やっぱり。なるほど。ザ・ミラー、グリーズマン、はい、アザール、グリーズマン決めていく、素晴らしい。まあ普通ね、だからやっぱりトップ下、あのね、左ウィングでもちょっと使ってみたんですけど、うん、アザールの場合トップ下がいいな、体も強いしね。そう、だからそのボール残せるから、そう、結構そういった意味では真ん中がかなりなんか使いやすい。早っ、早かったっすね、めっちゃ。はい、といった感じでね、前でギブアップされたんですけど、あのね、ウイングだとネイマールとかもさ、ウイングじゃん、うん、でネイマールとかをトップ下に持ってきた時に何がちょっと嫌だかなと思ってて、やっぱりワンタッチパスがないんだよね、うん、でちょっと体がやっぱアザールに劣るんで、はい、そういった部分も込めると、アザールっていうのは左ウイングとかもちろん強いですけど、やっぱトップ下で置くとより強さが発揮される、ワンタッチパス、ドリブル、そうだね、この2択が常に生まれるんで、パスしながら自分も上がってって、まあ、決定力はないですけど味方1点取らせるみたいな。ただ19だとちょっとそれも上がってるんで、ね、そう、いや鬼ですよ、うん、まあ、といった感じでね、今回、まあ、世界最強の誰だと、はい、いうことで、まあ、ちょっと記事ですね、うん、イギリスの記事から BBC っていうところ、はい、情報を見つけてきたんですけど、まあ、アザールがね選ばれたと。さすが、まあ、一応オンライン投票なんでね、うん、まあ、コロコロ変わっちゃ変わると思うんですが、今回はアザールだ、アザールだったということで、ね、おめでとうということで、19でも強くなるんだ、ね、いやー、19で俺もうとつってるからマックスで来るんで、早速使ってみたいね。いや、19でももちろん、あの、また紹介動画とか上げていくんでね、はい、楽しみにしていただければいいかなというふうに思います。ということで、ましょう、さらっぽー。